い、皆さんこんにちは。ナショナルジオグラフィックニュースを見ながら読むナショナルニュース、そろそろ年越しの時間が始まりました。今年来月と最後のね、放送なんですけど、これはですね、日本で撮ってません。アメリカで撮っております。実にですね、もう本当にこのナショナルニュースもですね、なかなか好評でして、まあ、私の独自が好評なのか、代わりに読んでくれるのか、それとも、まあね、英語の、ね、あの表記がうまく読めない私の問題が楽しいのか分かりませんが、いろいろと好評いただいております。どうもありがとうございます。まあ、というわけ ですね、今回恐竜の話、ちょっとねあったので行ってみたいと思います。これでも結構前なんですけどね、ノベンバーですからね、ノベンバーの6、2013年の恐竜の話をちょっと行ってみたいと思います。あの腕だけだった謎の恐竜胴体を発見ということです。でこれは私が話したいのは、その恐竜のその時代の世界の、そのなんだろうな、やっぱりジュラシックパークって映画がありましたけど、あれちょっと問題なんでね、それも含めて行ってみたいと思います。それでは行きましょう。ナショナルニュースです。はい、ジュラシックパークって何が問題かっていうと、あれいる、なんだろうな、恐竜たち白亜紀のやつらだよね。だから白亜紀パークだよね、日本語で言ったらね。まあそれはどうでもいいんですけども、およそ50年前に両腕の化石だけが見つかっていた謎の恐竜の胴体部分がついに発見されたということです。背中に帆のような背びれ、またはコブなど全身の形態が、植物性の、まあ、植物食ですねの、生態が明らかになったというお話でございまして、これね、まあスピノサウルスみたいな、よくね、あれがジュラシックパークの3かなんかで T-Rex と戦いましたけど、それに近い恐竜だと、そして草食性だというところがちょっと、ね、私疑問なんですけど、まあ、草食、雑食性っていうのもいるってことも考えなきゃいけないですからね、行ってみたいと思います。学名ディノケイルスミリフィクスというんですよね。はい、これはね、尋常ではない恐ろしい手っていう名前らしいですが、腕の発見以来研究者の悩みの種だったと。全長 2.4 メートルの巨大な両腕には指が3本あり、鍵爪がついていると、まあ、ラプトルみたいなんでしょうね。細かな骨の破片もいくつか発見されたんですけど、全体の像は想像の域を出なかったということです。しかし先週というのはこれ10月ですね、ついにその真の姿が明らかになったというと、アメリカのロサンゼルスで開催された、古脊椎動物学会、これは SVP といいますの年次会合で、韓国地質資源研究所、怪しいな、 KIGAM 韓国、怪しいの、古生物学者のイ・ユルナムさんが、ディノケイルスですね、ディノケイルス本体の化石がモンゴルで発見され、想像とは全く違った異なる恐竜、まあ、形態だったと発表。まあ、聴衆の関心を一気にされたということですね。今回の発表は恐竜時代 の古代モンゴルが非常に珍しい環境だったことを示していると。まあ、そもそも珍しいですよね、あの恐竜時代のモンゴルだったらね。巨大な草食恐竜が、流星を極める中、ナイフのような歯を持つ肉食恐竜が歩き回っていた可能性が高い。まあ、弱肉強食ですね。必ず草食動物だけのところはないわけだから、まあ、何にも不思議ではないですね。はい、ジグソーパズルの発見というのがあります。ちょっと読みましょう。はい、ディノケイルスの名前の由来だった巨大な両腕は、1965年にモンゴル南部の7000万年前、だからこれは明らかにジュラシックですね、後期でね、の、岩石層から発掘されたと。この恐竜の生態をめぐって、肉食または草食、あるいは雑食なのかと、研究者たちはさまざまな推測を試みたと。尖ったくちばしを持ち、まあ、首が長くて二足歩行をしているオルニトミモサウルス類、別名ダチョウ恐竜の大型種の一種という説が有力されたこともあると。結論が出ないまま時間だけが過ぎて、強力な、まあ、有力な手がかりは一切見つからなかったと。発掘現場での再調査も試みられたが、肋骨の小さな破片に詰まっている破片の状態から、ダルボサウルスという巨大な肉食恐竜の餌になったようだと。ダルボサウルスってのもちょっと気になりますね。腕以外の化石がほとんど残らなかったのも、これだから無理がないわけだね。はい、発掘続行と。ついにその執念が報われる時が来たと。イ氏の研究チームが元の発掘現場の近くで、ディノケイルス2頭分の化石を発見。頭部や胸部には、すでに投棄されていたんだけど、胴体はほとんど完全な状態で手に入ったと。まあ、洞窟あるんですね、頭部とかもね。それで2006年と9年の出土で、長年謎だったこの研究の姿を医師はこう述べていると。オルニトミモサウルス類の一種と確定したということです。はい、全長およそ11メートル、直立の前後は5メートルに達すると。したがって
ディノケイルスはさも地質上さも背が高い獣脚類ということになると。背が高いわけですね。化石が判明した驚きの事実と、化石で判明したね。ただし、特筆すべき点はサイズだけではないと。脊椎骨を分析した結果、以前の想像と異なり穂のような背びれを持っていた可能性があると。同様の形態を持つオルニトミモサウルス類は皆無だが、ワニのような鼻と、口のスフィノサウルスやスコップのようなくちばしをしたオウラノサウルスなど遠い演者には、背びれの突起に穂が張られた恐竜がいると。現在のバイソンのようなコブの可能性も考えられている。バイソンです。これを調べてみたら面白そうですね。はい。また胸部の化石の周りに角のすり減った小さな石が1000個見かかっていると。硬い植物などをすり潰すための床だと遺跡ですね。これよくあります。だけど鳥もこれね、砂袋ありますよね。はい。他のものも砂袋あります。だから一概に植物は限りません。で、学会への衝撃というのは、イギリスのスコットランドにあるエジンバラ大学の古生物学者スティーブン・ブルサット氏は読みました。次のように語ると。 SVP、年次会合の発表者は、新しい化石を隠し玉として用意するのが通例だと。今回は、予想はいつも裏切るんだけど、今回ほど驚いたことはないということですね。残念ながら頭部は失われていたそうだが、今回の発見に期待して、今後の、ね、派遣に期待したいと。風変わりな胴体にふさわしいユニークな形態かもしれないとブルサット氏は話すと。真のベールの下には新たな塔がかか、隠れているのが普通ですね。どうやら研究者たちはこれでも、リノケイルスに振り回されそうだと、これからもね、ということです。さあ、ということで、ね、せっかくここまで読んだんですから、ちょっとね、面白いが2つ、探しましょう。このね、こいつを食ったというやつ、多分食っただろうというのがあったら、それをねちょっと見ましょうね。このディノケイルスの食べたというダルポサウルスか、これまず調べましょうか、どんなもんか。はい。最近はこのね、 Google と連帯するのが非常に面白くてですね、ピッてやってピッてやってピッてやると、はい、ダルボサウルス出ました。うわ、これはちょっとやばそうな生き物ですね。ちょっと読んでみましょうね。これも獣脚亜目といったら竜板目、ティラノザウルス類に属するらしいですよね。でティラノザウルスに近くて、でかいんでしょうね、やっぱね。サイズ書いてないな。前足がね、T レクスよりも比較的まだ小さいらしいです。前足ってのはね、T レクスの前ね、簡単に言うと爪楊枝と言われましたけど、全長10メートルか12メートル。ね。T レクスに並ぶサイズだってことですよ。でもこれもっとでかいんでしょ、簡単に言えば。今発見されたとね。でもやっぱ勝てないんでしょうかね、獣脚類。よくわかりませんが、そういうことですね。はい。じゃあもう一つぐらいちょっとね、調べてみましょうね。今私が見た中って、ジオグラフィックの中で、このね、トカゲトカゲ、バイソン。バイソンってね、どんなのかってことをちょっと調べましょうね。はい。皆さん、バイソンって見たことありますか？はい。ストリートファイターに出てくるあれではありませんからね。はい。バイソンには打ち込みまして、そしてクリック。そうするとアメリカンバイソンと呼んでました。バイソン族ってのがありますね。アメリカンバイソン、バイソンってこれ牛じゃないですか。バイソン族、そうですね、これ牛ですね。これじゃあ違うよね。あれ、現在のバイソンのコブ、バイソンのコブのようだってことだね。え、哺乳動物と比べてどうするんだっての私の考え方ですね。でもね、こんなわけでね、いろいろそういうことが分かってきまして、僕はね、何でもいいんだけど、そのジュラシックパークっていうのは非常によくできた映画としてはいいんですけど、実際これをこのままストレートに滑らせてね、恐竜の世界を考えると随分違う絵ですね、あれはね。基本的には時代故障がいっぱいもう混ざっちゃってるし、そういう意味では、その恐竜を楽しむ映画という形でしょうかね。はい。もちろん恐竜というのは、あの中で言ってるように、映画の中でも言ってるようにね、爬虫類ではありません、間違いなくね。温血動物だったことも分かってます。いろんな意味から鳥類ですね。まさに鳥類で、それが恐竜類っていうのがどん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 進化して、またはサイズが変わって定着したのが、簡単に言えば大型からだんだん小型化すると定着するわけですけど、鳥類ということでしょうか。まさに鳥はよく似てます。で、手に当たるものは鳥類にはない。みんな羽になってしまいましたね。これは必要性の、学問なのかもしれないけど、ひょっとしたらですよ、よく聞いてください。羽あるんです、みんな。手みたいなちっちゃいのが、T レックスみたいなね、ちっちゃい手があって、羽が生えてた。例えば、ダチョウとか、ダチョウだけでエミューでも何でもちっちゃい。ああいう奴らは飛べない羽を持ってるわけですから、そういうことを考えたときに、鳥との、進化の過程っていうのは興味があるのが私の考えですね。はい、ということでお届けしました、ナショナルニュース。来年もまたよろしくお願いします。それでは、さようなら、どうも。
この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。